内田理央。1991年9月27日生まれ。出身地、東京都。身長、166センチ。血液型、O 型。内田理央さんは日本の女優です。テレビ番組、神とサマーズ。内田さんが人前で犯してしまった恥ずかしすぎるエピソードを明かし、話題になりました。番組では、サマーズの大竹さんと三村さんが考えたアンケートをゲストに投げて、その回答をもとにサマーズがスタジオでトークを展開します。今回のアンケートでは、内田さんに、こっぱずかしい、と思ったドジ体験を教えてください、との質問を投げていました。内田さんは、誰もいないと思ってドン・キホーテのテーマソングを、どんどこどん、ドンキー、どんどこうホーテって、アレンジして歌って帰っていたら、10人くらい信号待ちしている人たちに聞かれていたこと、と回答。ドン・キホーテでおなじみのテーマソングを自分のオリジナルバージョンで歌っていたら、実は人がいて聞かれていたという内田さん。これに、大竹さんが、これは恥ずかしいわ、と共感します。また、三村さんも、アレンジバージョンは恥ずかしいのよ、と持論を展開しました。普段、クールビューティーな内田さんにも、こんな面白いエピソードがあったんですね。